すごい。スターバックスが茶色い。あれ出雲大社通り過ぎちゃったじゃないの。今の正門じゃないの。正門っすね。車止めてや。そこらへん P が行けない。16時閉門。16時閉鎖。もうダメだ。じゃあどこも入れない。どうも、トモハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。今日のトモハッピーチャンネルは祈ってオリパやってきます。出雲大社来てます、島根県。こちらで祈ってからね、このスーパーパワースポットでお祈りしてから、いい霊引けますようにとね、あやかれますかと。なんていうの、あやかれ、いや、あやかれでいいんじゃないですか。いいのを引けますかと。そんなね、もうシンプルな企画でございます、今回はね。はい、ということでやっていきます。100個ぐらいお祈りしちゃおうかな。多すぎるよ。赤いの着てると神様がびっくりしちゃうと嫌だから、これ着ます。はい。100個も願い何があるんですか。え、内緒。可愛くねえ。俺あんまりさ、神様に願ったりしないタイプなんだけど、こういう場所来るのは好きなんだよね。自然が好きだから。でもこの中でさ、神様とかあんまり信じてないっていうのはどうかな。よくないっすよ、それマジで。よくないよ、よくないよ。マジでこれから願いを言いに行くやつのあれじゃないよ。あれってさ、俺別に神様に願ってるんじゃなくて、自分に願ってるから。あー、鼓舞。なんか自分の意識を高めるための行為だと思ってるから、はいはい、願うこととか祈ることはすごい好きなんだよね。でもなんかそれを何とかしてくれっていう気はないみたいな。神社来てそれ言うのやだ。だから素敵な場所に来るじゃん、あのお願いしますって願うんだけど、自分に対して願ってんだよね、今後の。それ行為自体も好きなんだけど、神様は別に信じてねえよっていう。そこいらねえよ。今後の自分を信じてるんだよっていう。結局そうだよね。そうじゃない、運良くなると思う、願って神様に。いやまあその期待値的に何も変わらないでしょ。まあでもそういうところに寄るべがないとね、人は強く生きていけない生き物だから、神様に守ってもらって健やかに暮らしてるっていう信仰もあっていいんじゃないかと思いますけどね。結構俺宗教とか好きだよ。全然寄り所があることで安心したり道に迷わなかったりするよね。あんまりそういうのは強者には必要ないかなと思うんだよね。まあまあまあ、うん、強者でいたいから。俺はあ、強者でいたいから。こういうとこに来ると格好つけたくなるよね。うわ素敵。これ漫画で見た俺。めちゃめちゃ素敵な建物だね。すごいっすね。なんかアシンメトリーなのがいいよね。アシンメトリー。ちょっと俺から祈るわ。はい。100個祈るからちょっと時間かかるけど。100個やべえ。すごい場所だね。なんかパワーをめっちゃ吸収してるような。浴びてる、パワーを浴びてる。パワースポットで
あれキノコじゃない？でかっ、すごっ、でかいキノコじゃんね。え、松のウロではないの？あ、そう、まあいいや。よっしゃ、開封しに行きますか。行きますか、松江に移動して。しゃあ行くぜ。走りません。402号室でさ、マジックのチャンネルでさ、402レディオさんってあるじゃん。ありますね。この間、コッピーと一緒にお邪魔したんだけど、はいはい、部屋番が一緒で なんたる偶然。ソメヤンさんにさ、LINE しちゃった、それだけで。それだけで。そう。あとね、お疲れ。終わってないんですよ、実は。そうだよ、俺やることあるんだよ。ありますね。エネルギー残ってますよね、まだ。今僕たちは広島から日帰りで島根行ってね、ひたすらいろいろ巡ってちょっと疲れ気味なんですが、こちら今日買ったカードと一緒に入っております。こちらね、3パック最後に行ったカードボックスさんで買ってきました。さあ、出雲大社パワースポットの力でいい霊を引き当てれるんでしょうか。なんかムーディーな音楽がテレビから流れてるね。ロッケソーイ。これちなみにここカンデオホテルっていうとこ泊まったんですけど、めちゃめちゃいいホテルでした。一泊7000円しなかったよね。しなかったっす。コロナによって多分空室が多いことでめちゃめちゃ安くなってるっていうね。さあ行きましょう。はい、行きます。スリックスヘブン。お、出たよ。豊穣な収穫ミスティカルアーカイブからのフェニックス。あ、これはちょっと出雲大社パワーまだまだ感じられないね、これはね。まあでもレアカード2枚出たからいい引きじゃない。ブレージより総合的に3枚出た。え、すごっ、起きたんじゃないですかこれ。これあの抗議枠って言ってまた別枠でレアが出るんだよ、たまに。ワンパックからさ、ドラフトブースター、通常のブースターから3枚レアとかもヤバくね。ヤバくないですか。おパワースポットパワー。はい、ジャンプスタート。これね、在庫しばらく枯れててついに、再入荷しました。これ20枚入りだから通常よりね、こうインクの香りがいいと思う。ちょっと嗅いでみます。あ、香らねえや、これ香らねえタイプ。うちビニールあるタイプだった。あ、香らないですね。香らないタイプ。これを1個でも遊べるんだけど、2つ組み合わせると40枚デッキになりますっていうね、はい、優れもので。スマッシング赤か。あ、これ緑だとさ、アロサウルスのりが、あー、そうっすね、すごいやつがいるんだけど。お、ボルカニックサルボ。なんすか、火力あんまよくない。レア1枚しか入ってないの、もしかしてこれ。残念、まさかの。ちょっとオイリーな質感。あ、でもこれいいやつやん、あんこも。まあでもさ、これやっぱあれじゃない、自分の色、マイカラーじゃん。あ、そうですね、これはトモハッピーカラーですね。赤引けてるから、まあ、これはやっぱ5分の1で色で言ったら当たりだよね、俺にとってね。そうですね。やだから2パック連続で当たり引いたな、これは。これ最後のパックのジャンプスタートだったんじゃないですか。ダンホライゾン2ね、ラガマンちゃん来てほしい。行きましょう、行きます。ドン、ザーバス、ドン。え、旧枠なんか面白いやつ。あ、これ結構強いやつだよ。まあでもしないんだろうな。はい、ということで特に語ることもないかもわかんないけど今日の結果は残念ということで、まあ、このね、ちょっとパワースポットで得た力はまだ温存してるはずなんで、これがいろんなところで今後花咲いていくと思うんで、今後もトマピーチャンネルご注目ください。チャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。お疲れ。お疲れ様でした。